えいえい、えまえれテントです。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドゲーム実況続きをやっていきたいと思います。はいはい、引き続きガノン討伐に向けてというところでしたな。はい、でちょっとまとめてみたんやけど、簡単にふむ、もう大きく分けて2つですな。うん、ガノン討伐に向けて準備したいことは、1、うつしえの記憶巡り、うんうん、これ前回からやってますけども、これですね、うんうんうん、これを、ここのガノン城、ごめん、ハイラル城を除いたあと 1,2,3,4,5,6 まあ見たん含めて7か。うんうん、うん、これをやっていきたいのと、はい、2つ目は防具の強化ですね。あ、言ってたやつね。でやっぱりガノン討伐、ガノンと戦うにあたって、うん、強い装備っていうのはあんねんけども、うん、やっぱりこの服で戦いたいよなと。まあ性格やったな。今ちょっと熱いんやけど。まあそうやな、うん、顔やばいな。この英傑の服で戦いたいっていうのがあるんで、これを最終強化させたいと。はい、うん、でまあこだわりがあるんで、頭は髪飾りかピアスにしようかなと思ってますね。ムービーシーンでちょっとなんていうの、例えばこうなってんの嫌や。あ、そうやろう。フードは、あ、フードはあり。フードはちょっと顔見づらいからな。まあそうやな、確かに。やっぱり、もとあ、こういうのでさ、うんうん、防御力上げれてたらそれでいいなと思うんですよね。ええ、まあおしゃれ度も意識してやっていこうかなと思ってますんでね、はい、装備の強化なんやけど、ちょっと最初らへんに見せたんやけど、うん、この大妖精の泉、大妖精様を解放すると装備の強化がグレードアップしていくと、うんうんうん、最大4回まで装備の強化が可能になるんだよな、うんうん、見つけるたびに、うん、で今テントさん冒険で2人目見つけてくれててんな。そう、2人しか多分見つけれてへんと思う。そうそうやね。で4人4姉妹なんですわ、言ってたな。ええ、でね、その後お二方がこのゲルド砂漠の果ての果て、それは言ってへんわ。ここはね、それは言ってへん、まだ未踏の地やと思うんで、うんうんうん、ここと、ここですね。そこはめっちゃ言ってた。ええ、ここは通ってたんやけども、この怪しい泉もう見てへんわ。その右上のところにさ、うん、ぐるぐる回ってるとこあって、そう、ここはもう行った証拠が残ってるからね。そうなんです、その右上のね、ぐるっと回ってる渦巻きの、あ、ここな、そう、ところとか、なんか面白い島があって、ちゃんと解放してんもんな。右下の方にも、うんうんうん、そう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 、だから行ってたけど、で、つぼみがまたあると思うわ。オッケー、あの派手なつぼみが、うんうんうん、なんで、その4姉妹のうち2人を、うん、まずは探しに行こうかなと、はい、思ってまして、うん、なぜゴロンシティにおるかというところですな。うんうんうん、戻ってきたんやけど、うん、ね、あの4姉妹お金が大好きなんですね。そうよね。でね、渡す金額がグレードアップの解放するごとに4回上がっていくんですよ。そう、めっちゃ高かった。そう、確かなんか最初100、次500、次1000、うんうん、最後1万ルピー必要やねんか。1万かかる。1万ルピー必要なんですよ。取りすぎやろ。でね、今、うん、正直右上ですね、1037ルピー絶望的やな、はい、もう1万ぐらい足りひんのでうん、うんうん、お金をゲットしたいと、うんうん、でここにね、うん、ゲルドの商人の方がいらっしゃるんですよ。ラメラさんっていう、うん、この間あった人やね。そうそうそう、宝石買ってくれた人な。あ、この人。え、この人はあれやん。おう、来たか。ね、ラメラさんはこの辺ぶらついてはったよな、前回は。そうやな、なんか多分その辺うろうろしてはると思う、うん、で、まあ宝石をな、うん、やっぱ売ってお金にしようとテントさんこれめっちゃ蓄えてくれてたから、この辺、うんうん、で、10個で売ってくれたら他より高く買い取ってくれると。そうやな、10個単位やったな。そうなんですよ、だからこの辺やったら10、10の20、10、10の20、これ30個売れるかなと、うんいう感じでやりたいんやけど、ちょっとでもまあ宝石は持っときたいと、はい、他の装備強化するときにいるんでね、うんうん、あ、いた、ラメラさん。あ、ラメラさんいた。あ、ごめん、この人やね。で、まあこの人に売る前にちょっとテントさんの冒険の賜物をちょっと売ろうかなと。え、売り飛ばそうかなと。こいつに。あ、ですよ、これはどうでもいいんで、売り値ちょっと変わらへんと思うんで、まあ例外はあんねんけど、基本的にはあんま売り値変わらへんので。なんかそんなに高く買ってくれなさそうな雰囲気やったけど、まあ、普通の普通の商人の人やからね。だからこの辺とか300個もあるやん。ああ、うん、いや、いるかな思って。え、ありがとう、ありがとう。これまあいるんやけどな、300個もいらんっていうとこあるんで、わーっと進めて、うわー、まあ100個ぐらい置いとこうかなと。まあ100個もいらんねんけど、うんうん、334やから実際これ何に使うか分かってへんもん。
まあ防具の許可でしょ、あ基本的には、ね、うん、魔物の素材、そうそう薬とかな、まあ334個中234個売ろうかなと、はい、また貯めましょうねと、うんうん、いう感じで、はい、お願いしますよ。1872ルピアでこれで、あそうやな、はい、はい、うわ心ないわ、ガンガン打っていかれる、ガンガンいくで、うんうん、あいいやいいやいいや、こんなんもうなんぼでもおるから敵は、まあな100個ぐらいいいんじゃない、まあまた倒したらいいからな、確かに、あテンさん頑張って戦ってくれてたけど売るわ、あーうん、あーおいいやいやいや、まあまあ溜まっていくな、うまいな、あーこれこれすごい、3ルピアけども、チリツモチリツモ、いやもう300個ぐらい売ろうぞ、もうそうやな、うん、60個残ってれば、うん、まあ装備の強化もしんどくはないと思うんで、もう勝手になんか集めてたフィギュア売られてる気分やな、あー売る売る、うわ、打て打てこれ、はい、もう見えないやろこれ、はい、うわオッケー、いやいいですね、冒険の賜物ですね、うわこの辺いいな、もっとまだ売る気やこいつ、拍車をかける絵まである、50ぐらいいとこ、あ400いいやん、結構溜まってる、いいよ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 、そのチュチュゼリーとかもありますんで、チュチュゼリー見てみようか、154、1とかちゃうチュチュゼリーって、そうかもな、あいっぱい取れるからな、あ5、あ意外と売れると思ったら売り出すっていう、なんやこいつ、あ意外となんやこいつ、100個ぐらい、ここに来てこれはでかすぎるで、もはやこれ4も削らへんっていうな、さっきまで数字こだわってたのに、あーもう全然全然もう簡単に簡単にこの辺とかもね、もう8000溜まってて、適当に、適当すぎるやろ、あ適当に適当に、さっきと全然ちゃう、大体こんなぐらいあったらいいやろって感じだね、夜光石とかいらんやんこれいやいやいるかなって、あなでもな、綺麗やったし、夜光石って、うん、同じように特別な値段で買ってくれる人がいんねんけど、うんうん、まあまあ、あ、いたわ、いたな、いたやろ、やばい、めっちゃ売るやん、ああ今いらんかったやん、そんなに売らんで、オッケー、いけました、1万5000ルビーでぐらい貯まったね、あよかったね、ありがとうございます、あ、ちょっとラメラさん、よかったわ、ポンで、うん、またまた売りに来ますわ、サバーク、うん、お金貯まったんで、うん、そしたら大妖精の泉目指そうかなと、はい、テンさんありがとうございます、うん、行こう、ちょ行きやすい方から行くか、あ、そうやな、せっかくやったら、そのね、チクルン島面白かったから、はい、また今度行ってみよう、あの渦巻いてるとこ、いえ、違います、はい、と到着で、青チョボ売ってると思うんで、うん、こっちか、お、晴れてんね、ちょ着替えるわ、そうやな、あこの格好はおかしいやろおいっす、おー綺麗やな、あーいいねいいね、あ見えてんじゃん、もうお前あれあれ、うん、キノコっぽいの見えてますな、ここですね、わあ閉じてる閉じてる、全然気づかなかった、我々的には3人目の、そうですね、うん、方になるかな、はい、到着しまして、相変わらずやな、うん、ドクドクしい、ああ、妖精が欲しい、あ、今、なんで叩き売るやつにやらへん、あ金の匂いすら金の匂い調べる物よ若者よ、この辺いつも通りやからね、うまいな、あもうはいはい、テープ数やな、あミジャーっていう名前なんやって、もうその戦法飽きたで、もう何回も、うんうんうん、あーうーわ出た1000ルピー、はいはい持ってきたよちゃんと、これ取り方いつもな、いややなこの取り方、はい渡す、大事にしてや、ああもういっつもやって取らはん な, な、何使ってんやろな、ああ力がみなぎってきれい、よーしゃー、爪やなだいぶすごいの出てきたな、パンチ効いてんな、そなたがわらわを解き放ったのか、うん、おおこんなこれセリフちゃうんか、うん違うかったね、なあもっと筋骨隆々のたくましいものかと思うたが、わらわは華奢な男子も守備範囲じゃ、え、まあよかったな、まあ今のまあよ
うん、あっちから取り戻せたってよかったね、うん、3回目の解放ができると、うん、例があるかな。あ、例えばこれやったら星が2個ついてるってことは2回強化してるんですわな、もう、うんうんうん、で3回目の強化が今回できるようになってると。ふむ、フードしとこうか。はいはい。おお。ね、ちなみに演出も派手になっていきますね。すごいね。え、回数を重ねると。はい、3つ目の星ありがとうございます。ありがとうございます。8から12に上がったね。強くなったね、うん。これ今英傑の服って、あ、これがですね、うんうん、ええ、1回強化してるんですね、星ついてるから、うんうん、で下にフロドラの角のかけら、はいはい、これね前回から言っております、あのドラゴンのルールーですね。あ、ええ、この世界にはびこる3匹のルー、うん、ことドラゴン、うんうん、フロドラ、ネルドラ、オルドラ、かっこいいな、うん、この3体がいるんですよ。それに、うんうん、角をめがけて矢を打つという作業をせねばいかんのですけども、うんうん、はい、まあ、今回は女神様の解放を先にやっておこうかなと、はい、思ってますね。で角のかけらは各2個ずつこれから必要になります。結構やな、ええ、姫静香も必要になるから、お、うん、そっちもちょっと集めていきたいね。はいはい。撤収、あっさりいったな。な、いやすごいの、すごいの出てきた。また濃い目やわ。なあ、ほいでー、ここやね。うんうん、ここはどうやって行くの。まあ、砂ざらしかなと。ほう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 、うん、行けると思うんやけど、あ、ちょちょちょ、ここやな。ワープ、はいよ。はい、と到着しましたね。そしたら赤チョボ売ってるんだね、右下のマップ、うん、いってらっしゃい。あいよー。あ、じゃあこれでいきましょうか。お、あんなあったやな。あれ水じゃないんですか。うまいね。うん、でね、チョボ売ったんが大体の場所なんで、うんうん、あ、キリッとした場所がちょっとまだ把握できてるんだけど、でもあの奥に石みたいなのも貼ってるね、右側の方に。確かに確かに。あ、これ影か、ごめん、雲の影やと。ああ、なるほど。うん、この先、はい、だいぶ砂ってるけどね。あ、ここはモザイク入るんや。でも目視はできそうやね。うん、うわ、できる。あー、ちょ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 、あー、あー、待って、あー、ここで降ろされるとは。いやー、でね、右下今マップ見えないんですよね。そうですね。どこやったかな。うわ、敵たむろしてるわ。ね、パーティーしたんな。あ、でもだいぶ果ては果てやったよな。うんうん。迷子や。でもなんか丸いのが見えんねんけど、正面に。確かに丸いのは見えるけど、あんなでかいかなっていう。なにこれ。あ、なんかあるぞ。あ、敵や。果てなってなってはるよ。お前。敵の落ちちゃう？敵の落ちか、これ。うわー、すごい、いっぱいいただ。よー、すごい、逃げろ。うわ、マジか。やばいやばい、電気の矢、やる気満々や。相性がやばい。すごい、後ろから人気もやな、追いかけてきてて。今それどころではないのだよ。あら、あー、橋まで来たか。ほう、いやー、これは厳しいな。あれ、あ、あ、なんか、なんか、うんうん、これはでっかい骨がある。ゲルドの大化石。ふむ、これ顔ですね。でっか。あ、ほこらがあるぞ。あ、ほこらあるやん。ありがとう。あった、あった。わあ、そうなんや。ハワカイのほこら、これ解放しとこうか。ありがとう。またちょっと飛んでこれるようにね。はい、オッケー。まさかやったな。真ん前にあんやな。てか真下にあんやな、うん、水なさそう。なんか光ってるよ、いっぱい。おお、いいですな。ポカポカハーブか。いいですな。妖精ゲッツして、では早速お金用意してきたんでアクセスします。はい。はい。
若者よ。はいよ。テーラさん。はい。はい。あーもう分かった分かった分かった。いつもの手口やろ。1万ルピー出ましたね。十分とか言って。はいはい。うわー。めっちゃ大事やからな、これもうテントさんの冒険のそのものやからね。いやほんまやで。ああ打ったん俺やけど。ほんまやで。どうぞ。お納めください。ああ。ああ、力がみなぎってくるー。色すごいな。やばいな。白目やったな。あ。おうわ一番パーティーミントグリーン。ほうむちゃくちゃやん。席してる。やばいやばい。な、ごめん遊ばせ。はあ。私は大地の妖精四姉妹の長子テーラ。あなたのご活躍、つぼみの中からずっと拝見しておりました。それはそれは、東藩清掃、長々発信の大活躍でございましたわ。決して適当に言ってるわけではありませんことよ。私にはすべてお見通し。結構年上やろ。なあ、だいぶ喋り方すごいな。証拠に今あなたが何を思っているか見通して差し上げましょう。はあ、ん？あなた…前置きはいいから早く服を強くしてくれって思ってますわね。どうやら図星でございますわね。あ、せっかちなお方。それでは強くされたい服をお店になって遊ばせ。あ、いけてるね。あ、よかった。これで4回目の強化ができるようになると。うん、あ、でもね、4回目の強化ってなると、うんうん、かなり必要な素材も厳しくなってくるんですよね。ほう。これまあ次3回目違う、はい。大妖精様でも、うんうん、強化の途中から強化してくれはるんで。なるほど。あ、でもフードいけんな。あ、いける。あ、いけるいける。これいっとこうか。おー、フードはこれからも被ると思うんで。はい、お願いします。きついで。おお、怖っ。お持ち帰りですね。あー、エマ泳げたっけ。いや無理やで、もうゲホゲホになってる。星四つ目強化。めっちゃ強なったけど、もう最後はね、上がり幅がすごいね。すごいな。12から20やから、うん、8上がってんやね。完璧。できたん。我ながら完璧。他のはまた違う時に見せてもらおうかなと、うん、はい、はい、あ、妹たちの力も取り戻してくださったんですね。私たちの力が必要でしたらいつでもお越しくださいね。それでは私帰りますわね。また会う日まで。さすが長女。いや元気やな。あ、元気やったね。な、うん、いろいろまあまあ強化できるようになったと。うん、いいですね。いや、よかったけどな。うん、ここ、うんうん、さっきも言ったけども、次回からは、うん、フロドラ、ネルドラ、オルドラの角を、はい、狩る旅に出かけようかなと思ってます。うんうんうん、はい、はい。でこれからはちょっとまた、ま、前回の続きをやろうかなと、うん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 、っていうのはこれやね。うつしえの記憶5枚目6枚目7枚目をちょっと見ていこうかなと、うん、いいですな。でね、ちょっとチェックしましたんで、マップで言うとオルディン地方の五大湖あったね。ですね。五大湖だから森林の塔から飛んだんかな。他やね、あの付近にあるとの。あ、そうなんや。ええ、はい、と到着で、写真チェックしようかな。はい、ここ特徴というと、あれ左側に見えるのはハイラル城ですね。はい、ええ、ハイラル城を左に見て、奥に山があると。で、下の真ん中にあれは何やろ、湖みたいな感じかな。確かに光ってんね。ね、で、B が桜やったね。の迷いの森のとこ。ごめんよ、何回も。ここを左に見るということは、
大体この辺り、この辺りちゃうかなと。ほう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 、水があるからね。あ、そうやったね。なあ、ってことは上から降りた方が良さそうやな、うんうんうん、まあこの辺ちょっと探索してみようか。あ、その右下に塔あるよ。あ、ここから、そうやな、ここから飛んでみるか。うん、はい、はい、塔、あいよ、オルディンの塔に来ましたね。レーザービーム出てるね。出てますね。あそこがハイラル城ですよと。ふむふむ。ほんでチョボつけたいのがこの辺りかなと。ふんふんふん。うん、ちょっといけるか分からんけど、こっちか。暑さ大丈夫？今どう？大丈夫。あー危ね、あの、あー今はもうあかんね。こっから熱々やわ。うんうん、タイカー来て背中が熱いよな、どう考えても。そうやな、燃えてるもんな。これ取って、水とか温泉なんのかな。あーなるほど。あーそうやな、飛んでちょっと登ってみていい？うん、でハイラル城を見てみるわ。あーちょっとごめんよ。ここら辺登ってみて、ふむ、ちょっと写真見てみます。だいぶなんかちょっとちゃう気がするな。うん、もっと上っぽいな。お前な、だいぶ見下ろしてんな。うん、ん、なんか川、あ、ちょっと待てよ、これあれ川か。あれはで右がコログの森ですね。そうやんな、うん、あの迷いの森のとこやんな。ということはそこ、ここを見てると、まあ方向的には合ってるね。五大湖付近っていうことなんだね。ごめんよ、ちょっと。ここ降りて、うん、お、あー流れ星、今ちょっと見えたかな。ジロボン、よかったら拡大してあげて、あの今のが流れ星です。あれね、一、はい、日一回降ってくんやけど、夜に降ってきて、うん、朝になると消えてしまうんだよな。それまでに回収ってことやな。そう、確か朝の6時やったかな、消えんのが。あ、ここの祠も行ってへんかったな、そういや。祠？うん、この真下に今。あ、ほんまやな。暑すぎて通れなかったんですよ。俺もちょっと帰れへんもんな。そうです、そうです。こここここここ、間に合い間に合い間に合い。あ、いけるいける。おっしゃー、ちょっと力使わさせてもらおうかな。よいしょー、これマジ便利よな。あー、おぶね。よいしょ。確かにこの状態じゃまだコルグの森見えへんもんな。そうやねん、そうやねん、見える角度、高さがあるはずやな。うんうん、あ、でもあれ怪しない？うん、怪しいな、思った。なあ、あの今の大地みたいな。なあ、平たいとこやろ？なあ。あれ怪しいなあ。行ってみるか。はい。はい、はい、はい。いい高さやもんな。いい高さですね。来てる気しますね、そこは。これは怪しいですよ。こういうとこも、リーバルの力を借りて。はい。はい。そよーナイスバッチリ。おー、いいんじゃないですか。うーん、でも敵いますね。めっちゃいるやん。いいですね、今ちょうど見えてますよ、その迷いの森と。お前、お前、お前、ちょ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 。え、だいぶいいと思うんやけどな。うんうん、あ、流れ星、あれ光ってんの。あれが、そうやね。なるほどな。ただもうちょい右後ろかな。あの右下のさ、今塔が立ってるところあるやん、青い右側の。ああ、それ、それが見えてた池じゃない？写真で言うと、あー、川かな。あ、じゃなくて丸い池って言ってた。あー、その真ん中のあんのが塔のところじゃない？はいはいはい、なるほどなるほど。だからもうちょい右後ろ
うん、の山のように見えるけどな、あの左の方の高い方の山、あれ、あ、うん、あっちあっちあっち、ちょっと見るか、うわうわ、そうそう、近いな、めっちゃ狙ってる、あぶねー、結構飛ばすな、な、はいと、光ってるね、結構高いな、ここ、ほんまやね、うん、でもほんまにこんな高いとこまで来たんかなっていう、そうやな、なあ、これはちょっと怪しいな、ここはっ、うん、はっはっ、だいぶ来てんなこれ、来てるね、 あ、ここいいんちゃう、ここ一回立てるんちゃう、一回休憩したいね、よし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 、立てるやろ、うわ、待て待て頑張れ、乳酸を、ナイスナイス、乳酸を解き放て、よっしゃ、オッケーオッケーオッケー、まあでも景色は見えそうやな、そうやね、その合ってるかは別として、うん、いやもうつくで、はい、ファイト、どないですか、はい、おっぱー、振り返ってみます？ほう、あ、だいぶでも、うん、ただこうやって見たらもうちょい左のように感じるね、確かに、あ、あ？来すぎた感じあるな、ここちゃう？だってあの丸いのが、うん、丸い池やもんな、うんうんうん、もう一回写真見てみたら、これな、うん、もうちょい近めで平行に見えてるな、もっと丸い池に近いな、けどもうちょっと下か、うんうん、この辺、こんなとこ来る？いや、こうへんと思う左やと思うねんな、もうちょい、やりやと見えへんくなるで、でも一回どっか止まってもらえたら、こういう感じやね、うん、で、もう一回写真を、池が丸々見えてて、もうちょっと遠くに見えてて、そう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 、で、飛んでるあれも見えるね、アメドウか、うん、あ、だいぶ近いねんな、池に、あ、やっぱりそうやな、確かにそうやな、うん、どこや、リーバルトルネード、ありがとうございます、助かります、助かります、はい、早速、ちゃうな、うん、いや、この辺ちゃうかな、ほら、絶対そうやってかないやいやいや、言ったよ、いや、右上、写真がそう、あー、これが、あ、ありました、やっとこれやね、長かった
長かった。はい、思い出しましょう。どうぞ。傷ではないようですが、けれどこのところ少し無茶しすぎです。あなただって不死身じゃないんですよ。最近魔物に襲われたという報告が増えています。あのような強靭な種族までも混じってきていると。やはりこれは厄災復活の予兆と考えるべきなのでしょうか。さあ急ぎましょう。最悪を想定し万全の構えを敷いておかねばなりません。思い出したで。はいと、厄災ガノンが復活する予兆、で、強い魔物が現れ始めてると。ライネルいたもんな。なあいう感じのムービーでしたね。で、あっこから、まあ数日かそこらで出てきたんやろうな。はあ。っていう設定な感じがしますな。で、これが今の写真やね、5枚目。うん。で、次ここ。あ、もうわかりやすいね、これ。ああ、これわかったかもしれないね。ハイラル城が左手に見えてて、木があると。うん。これはね、マップで言うとこの辺りちゃうかな。ハイラル城が見えててってことなんで、こっからちょっと行こうかな。はいはいと、雨降ってるね。雨降ってね。お、雷。おー、あ、今装備は大丈夫かな。ちょっと雷落ちそうやったら買いますわ。はい。うん、で、この辺ちゃうかなと。その丘の上っぽいな。ここ、怪しいな、だいぶ。なんか、さっきの流れ結構丘の上多かったなと思って。そうやな、高いとこから見てる感じはするな。この辺行ってみるか。うん、いいかい。うん、緑色のとこ。はい。あ、やばいやばい。あってね。装備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 。金属製の装備をしてると落ちてくるんだよね。ほんでこれは大丈夫か。うん、服着替えとこうか。すごい格好やな。足強そうやな。確かに足強そう。ピアスつけたかーった。オッケー。うん。もうなんかてっきり色ボケ系ばっかりかと思ってた。色ボケ？あー、その、はっぽみたいな。あゼルダ姫のな。うん。なんかちょっとそういう思い出なんかなと思ってたけど。確かに確かに。ちょろちょろ出てくるよな。ね。うん。でもだけ結構普通にちゃんとしたあれだね。な、あの、雨見づらいな。写真と比べづらい。100年後にちゃんと木がまだあるかっていうのは確かにな。うん、あれなんやけど。お、いい感じちゃう。あ、いいんちゃう、いいんちゃう、いいんちゃう。あ、あの木怪しない？うん、怪しいな。あの一本木これそれ怪しいね。あ、行ってみよう、行ってみよう。せーった、まがまがしいな。なあ、でもちゃんとこう、もう4発狙ってるんだね。あの、最初にも言ったんやけど、うん、4神獣解放しなくても挑めると寝てたな。うん、ただその場合は、ガノンの最大 HP が半端ねえことになってんねんな。なるほどな。解放してると、もうがっつり削ってくれるという仕様になって。あ、めっちゃもうぴったりやんこれ。うん、写真見ていい？うん、これやね。あー、もうバッチリやないですか。ちょっと離れてって感じかな。あった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 。今回早速順調やな。順調でしたね。それでは思い出します。よっぽん。
花は綺麗なだけでなく染色や加工の原料になるものも多いんです。あ、これは姫静かといって絶滅危惧種の花なんです。少し前から人工栽培を始めているのですが、なかなかうまく繁殖してくれなくて。もしかすると絶滅するかもしれない姫なのです。あ、ほら見てください、これ珍味で有名な食用種ですが、最近の研究で人の能力を向上させることが分かってきたんです。え、今城の者たちを対象に効能を詳しく調べているのですけれど、おい、類いまれな身体能力を誇るあなたにもぜひこの研究調査に協力してもらいたいのです。おい、さあ、さあ、今ちょっと授業やめようかな思い出したんですけど嫌な思い出。ちょっともうこんなんノーコメントですよ。え、食ってたって言ってたけど、むちゃくちゃかよゼルダ姫カエルを食用でなんかパワーつくみたいな、食してた言ってたね。めちゃくちゃやな、助けに行くあれあるギリめちゃくちゃやで、あんなやっとちょ、やっとちょ、言ってあげよ言ってあげよ。あ、面白いね、うんうん、うん、姫静香の話が出てたからね。そう、ごめん、めっちゃ取ってたけど私乱用、乱用じゃないな、乱獲してしまったけど、あの薬にすんのはまあわかんねんけどうんうん、うん、で次の写真やね、これ。あ、見覚えあるな、うん、あれやろ、これ橋があって右側の手前の2人のな、そう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 、あの石像みたいなのがあって、うん、大木確かね、この辺で、あ、ちょっと待ってね、ここかな、ほんほん、うん、これが、あ、先の橋ってことは右下ぐらいか、うん、この橋か、うん、ハイリア大橋かな、だいたいこの辺やったと思うんでちょっと行ってみようかな。ほーい、はい、はい、と晴れたね、晴れましたね、うん、で緑マーカーのとこを向かいたいと思います。ほーい、あれ建物ぽいな、うん、あれちゃう、うん、あれっぽいな、あの木やな、多分な、ちょっとこっち気になるし行ってみていい、うん、ほっよっ、そっから飛べそうやしね、しかも、うんうんうん、なんですかな、これは崩れてるな、ほんまやね、あー、あ、あ、ここ登れて、あ、宝ありそう、あ、あ、違うか、あ、え、え、あ、あ、来たわ、テントさん来てるやんあ、どうも久しぶり、あ、どうも、またね、あ、あ、かわいいやつおったわ、あ、ごめん、来てたわ、来てましたね、あ、忘れてた、あれやな、あれやね、あれですね、橋があっち、こっちかな、うん、あれやな、うん、オッケーオッケー、そこっぽいね、うん、あ、もうドンピシャやね、順調だね、順調順調、最初がほんま難しかったわ、あそこ、鬼のように時間かかったね、な、それでは見ていきますよ、はい、思い出すパン、いつまで経っても止みませんね。お父上の跡目を継ぐべく騎士の道を選び錬磨を続け、そしてあなたは大魔の剣に選ばれるほどの剣士に成長した。それは素晴らしいことだと思います。でも、もしもあなたに剣の才能が全くなくて、それでも周りの人たちから
お前はこの絵の家に生まれたのだから、絶対に騎士にならねばならないと言われたら、そう言われ続けたとしたら、あなたはどうしていたと思いますか？思い出したで。はい、と悩んどったね。今回もあのゼルダ姫のコンプレックス怪ムービーでした ねタラレバのタラレバのタラレバの祭りが、あのもし自分にそういう厄災を鎮める力がないかもしれないって思ってるとこやね。そうやね、まあ、実際100年前は発揮できずに、やられてしまったと、でもまあ今ねずっと抑え続けてはるんで、そうやね、自信持っていいのにな。そう、その力をまたリンク迎えに行くって感じやね。そうやね。はい、ほんでアルバム、これが、7枚目の写真、で、前回も言ったんやけども、これがハイラル城内部になるので最後の攻略の時にこれ見ようかなと思ってます。はい、次回、この4枚、そのうち1枚はちょっとおさらいになるけども、はい、回収して、あとは、装備やね。あの女神様に見てもらったんやけど、ドラゴンの素材がいるというとこなんで、次回はあのドラゴンにちょっと会いに行こうかなと思ってます。今回はこの辺で終わりにしようかなと。はい、はい、それではまた次回のゲーム実況動画でお会いしましょう。アーチパーン、アーチパーン。